フランスドイツ間の国際列車の主要経路。赤、ベルギー経由緑、ザールブリュッケン経由青、ストラスブール経由フランスドイツ間の国際列車は、主として、フランスの首都パリと、ドイツ各地を結んでいる。その経路は主に以下の三通りがある。このほか、国境付近では短距離の国際列車も、数系統存在する。タリスパリにおける起点は、パリ期待機である。 在来線経由の場合、ここからコンピエーニュ、サンイコールカンタン等を経由し、ベルギーとの国境の手前で、ブリュッセル方面への路線と分かれる。ベルギー国内ではシャルルロは、ナミウールなどを経由し、リエージュのリエージュ・ギューマン駅で、ブリュッセル・ケルン間の幹線と合流する。リエージュ・ギュマン駅では、方向転換が必要となる。ベルギー・ドイツ国境を越えたアトアーヘンを経由し、 ドイツ北西部の鉄道網の結節点であるケルンに至る。このほか遠回りではあるが、ブリュッセル経由の列車も存在した。1997年以降のフランスドイツ間のタリスはすべてブリュッセル経由であり、2009年12月ダイヤ改正以降は以下の高速線を走行している。ケルンから先、ドルトムントなど、ルール地方へ、さらにハンブルク、ハノーファー、ベルリンなど、 ドイツ北部、東部の各地やポーランド、ロシアなどへ直通する列車も存在した。パリ東駅に停車するアイスと TGV パリにおける発着駅はパリ東駅である。在来線経由の場合、メスビル駅に停車する場合は、同駅で方向転換が必要となる。ホルバックとザールブリュッケンの間で国境を越え、ここからカイザースラウテルン、マンハイムなどを経由して、 フランクフルトアムマインに至る。フランス国内においては、LGEV 東、ヨーロッパ線が開業しており、メスの東で在来線経由の経路と合流する。また、ドイツ国内の区間は ABS ザールブリュッケン、ルートビヒスハーフェンとして高速化されている。パリにおける発着駅はパリ東駅である。ここからナンシーを経由してストラスブールまでの在来線は、 フランス国鉄の国内幹線の一つである。ストラスブールとケールの間で国境のライン川を渡る。アッペンバイヤーでラインウガンの南北幹線と合流し、北へ向きを転じて、バーデン・バーデン、カールスルーへに至る。さらに、東へ向かうと、シュトットガルとミュンヘンなどに至る。ミュンヘンから先、オーストリアのザルツブルクやウィーンまで直通していた列車も存在する。 オリエント急行はさらに東、ヨーロッパまで直通していた。フランス国内では LGV 東ヨーロッパ線、ドイツ国内では ABS、NBS カールスルーエバーゼル及び NBS、マンハイムシュトゥットガルトとして高速化されている。パリ・ケルン間をベルギー経由で結ぶ鉄道が全通したのは1846年で、あるが当時は後の主要経路より、 遠回りのルートを通っており、途中で乗り換えが必要だった。1865年までに南ベルディ経由の経路が開通した。ホルバックとザールブリュッケンの間で国境を越える路線は1852年に、ストラスブール経路間の国境の鉄橋は1861年に開通した。不仏戦争の後、エルザスロートリンゲンはドイツ帝国領となり、 パリ・シュトラースブルク間では、アブリクールがパリ・ザールブリュッケン間ではパニーシュルモセルが新たな国境駅となった。1872年には国際信頼者会社がパリ・ケルン間やパリ・ウィン間で直通信頼者の運行を開始し、1876年までにパリ・フランクフルト・アムマイン間でも信頼者を直通させた。1883年には東 ヨーロッパまで直通するオリエント急行が運行を、始め、さらに1896年には、同社の北急行が、パリ・サンクト・ペテルブルク間を、ケルン、ハノーファー、ベルリン、ケーニヒスベルク経由で結んだ。第一次世界大戦後、1920年には、オリエント急行が、パリ・ウィン間で復活した。その後、ルール問題のために一時迂回運転を強いられたものの、 1924年以降は、ストラスブール、ミュンヘン経由の経路で安定して運行された。また北急行は、パリガ学間の列車として、ケルン、ベルリン経由で運行された。これら国際信頼者会社の長距離列車のほか、例えば、ベルギー経由の経路では、パリとケルン、ベルリン、ハンブルクなどを結ぶ列車が運行されていた。百五十四年夏のダイヤ改正で、 パリ・ドルトムント間をベルギー経由で結ぶ機動車列車のパリルールが運行を開始した。また同改正ではストラスブール・ザルツブルク間をシュトットガルとミュンヘン経由で結ぶ列車モーツァルトが登場した。この列車は西ドイツ国鉄の ET11 型電車が用いられたが、当時非電化であったストラスブール・ミュールアッカー間では蒸気機関車が電車を経引した。ただしこの方法では、 暖房が使えないため、同年冬のダイヤ改正からは、客車列車となった。その後モーツァルトは1961年に、パリザルツブルク間1965年には、パリウィーン間と延長されている。ザールブリュッケン経由の経路では、1952年に、バルイコールルイコールデュックフランクフルトアムマイン間の列車が運行を開始し、バルイコールルイコールデュックで、 パリストラスブール間の列車と接続した。その後1961年にはパリフランクフルト間の直通機動車列車が登場している。1957年夏の T 発足と同時にパリルールはパリドルトムント間の T となった。さらに同年冬には同区間にもう一往復の T が設定されパルジファルと命名された。その後パルジファルは パリ・ハンブルク間に延長され、一方のパリルールはパリ・ケルン間に短縮されてモリエールと改名された。1979年には両列車とも T ではなくなった。パリ・フランクフルト間では1970年に T ゲーテが設定されたが、5年後の1975年に廃止され、以後は無名の急行列車のみが両都市を結んだ。 ストラスブールケール間で国境を越えた T は1980年から1983年まで運行されていたアルベルト・シュバイツァーのみである。モーツァルトなど国境からパリ方面やミュンヘン方面へ向かう列車が T になることは一度もなかった。1980年国際列車に対してもインターシティの種別名が用いられるようになったのと同時にパリケルン間のモリエールはインターシティとなった。 1983年にモリエールは一旦インターシティでなくなり、代わってパルジファルがインターシティとなったが、1985年からは両列車ともインターシティとなった。さらに1981年にはパリケルン間をブリュッセルを経由して結ぶインターシティが設定された。この列車は1985年にディアマントと命名された。 パリ・フランクフルト間では1981年に急行列車1往復がインターシティに格上げされ、1984年にはさらに1往復がインターシティとなった。1985年夏、これらはそれぞれベルレーヌ及びゲーテと命名されたが、ベルレーヌは半年後にビクトル融合と改名された。1987年夏のユーロシティ発足時には、 フランスドイツ間では以下の列車がユーロシティとされた。ギュスターブ・エッフェルは1993年にジャック・ブレルと改名された。1997年のタリスのケルン・ノリーレと共にベルギー経由のユーロシティ3往復は廃止された。パリ・フランクフルト間のユーロシティは1989年に2往復増発されて4往復となったものの、1993年に 一往復減らされて三往復となり、2007年の LGV 東ヨーロッパ線開業時にアイスで置き換えられて廃止された。ナオゲーテは1997年から2000年までフランクフルトからライプツヒ、ドレスデン経由、プラハまで延長されていた。ストラスブール経由の列車は1989年までインターシティにもユーロシティにもなっていなかったが、 同年夏のダイヤ改正からモーツァルトがパリウィン間のユーロシティとなり、さらにパリミュンヘン間にユーロシティモーリスラベルが設定された。1992年にはパリシュトットガルト間にユーロシティがさらに1往復設定され、マリー・キュリーと命名されたが、この列車は1996年に廃止された。2002年冬のダイヤ改正でモーツァルトはフランスに乗り入れなくなり、 ストラスブール経由のユーロシティは以下のように再編された。2004年に TGV がストラスブールマルセイユ間で運行を開始したのと引き換えにリオン発着のユーロシティは廃止された。そして2007年の LGV 東ヨーロッパ線開業とともにこれらのユーロシティはストラスブールミュンヘン館を除いて廃止され TGV に置き換えられた。 1997年に高速列車タリスがパリからブリュッセル経由でケルンまで乗り入れた。当初はブリュッセルケルン間は在来線経由であったが、この区間についても停車駅の近くを除いて順次高速新線経由に切り替えられた。なお1998年から2002年までタリスの内一往復はデュッセルドルフ中央駅まで乗り入れていた。 また2005年12月までケルンにおける奇襲店はケルンメッセドイツ駅であったが、以後はほぼケルン中央駅となっている。2007年夏に l g v 東ヨーロッパ線が開業し、同線経由のアイスがパリフランクフルト間に3往復、t g v がパリシュトットガルト間に3往復設定された。2007年冬にはパリフランクフルト間は5往復に増発され、 さらにパリミュンヘン間の TGV が運行を開始した。第二次世界大戦後、パリコペンハーゲン間の列車となっていた北急行は1985年にフランスへの乗り入れを中止した。代わってバイキング急行が下記のみパリストックホルム間を直通したが、この列車も1996年に廃止された。2001年夏にはオリエント急行が パリ・ウィン間に短縮されるとともに、種別をユーロナイトに変更した。同時に、パリ・ハンブルク間の夜行列車が、ドイツ鉄道のナハト通クとなり、2002年冬には、パリ・ベルリン間、パリ・ミュンヘン間の夜行列車も、ナハト通クとなった。2007年夏、オリエント急行は、ストラスブール・ウィン間に短縮され、ストラスブールで TGV と接続するようになった。 またこの時パリ・フランクフルト間の夜行急行列車が廃止された。同年冬、ナハトツ通クはシティナイトラインと統合され、パリとハンブルク、ベルリン、ミュンヘンを結ぶ夜行列車3系統はシティナイトラインとなった。2008年冬にはパリ・ハンブルク間のシティナイトラインが廃止され、パリ・ベルリン、パリ・ミュンヘン系統はパリ東駅発着、ザールブリュッケン経由となり、 パリ・マンハイム間は併結して運行されるようになった。そして2009年12月には、オリエント急行が廃止された。2009年から10年冬ダイヤにおいて、フランスドイツ間で運行されている、長距離列車は、以下の通り。ありがとうございます。